マーリン。アンブローズ、マーリン。通称マーリンは、12世紀の技師、ブリタニア列王氏に登場する魔術師、グレートブリテン島の未来について予言を行い、ブリテン王、ユーサーペンドラゴンを導き、ストーンヘンジを建築した。後の文学作品では、ユーサーの子、アーサーの助言者としても登場するようになった。 アーサー王伝説の登場人物としては、比較的新しい創作ではあるものの、15世紀、チューダー朝の初代ヘンリー7世が自らを、マーリン伝説に言う、予言の子、赤い竜と位置づけたため、ブリテンを代表する、魔術師とみなされるようになった。ラテン語で書かれた、ブリタニア列王子では、アンブロシウスメルリヌスという名で現れる。これを、英語読みすると、 アンブローズ・マーリンもしくはアンブロジアス・マーリンとなる。ウェールズ語読みでは、マルジン・エムリス、マル、ジンがマーリンに、エムリスが、アンブローズに、対応となる。このフルネームはどちらかが正でどちらかが、なというわけではなく、アンブローズは、マーリンの別名で、それを並べただけである。ブリタニア列王子では実在の人物であるかのように、描かれるが、現在では、 著者のジェフリー・オブ・モン・マスが、実在のローマ系ブリトン人の将軍、アンブロシウス・アウレリアヌスと、反伝説的な、ウェールズの忍者マルジン・ウィスルとの物語を組み合わせて、作った人物と言われている。マルジンは、発狂して、森に暮らすうちに予知能力や戦術を身につけたと、言われる人物である。ブリタニア列王子では、ウェールズ南西部の小国ダベドの王女が、沼、 インキュバスに誘惑されて生んだことされている。劇中では、アプレウスのソクラテスの神についてが惹かれて、インキュバスとは、死と月の間に住む精霊で、一部は人で一部は天使である種族と説明されており、ムマとマーリンは聖なる存在として扱われている。一方で、1200年前後に書かれたロベール・ド・ボロンのメルランでは、ムマは悪魔として描かれ、 その息子であるマーリンは、反キリストになるべくして生まれたが、すぐに洗礼を受けたため悪には落ちなかった、とされている。生まれてあと、母は、二層となり、マーリンは、父も知らぬままカーマーゼン、マーリンの取りという町で暮らしていた。ある時、ボー君、ボーティガーンが、家臣の魔術師たちにそそのかされて、 新しい塔の人柱とするために、一度も父がいたことがない若者を連れてくるように部下に命じ、条件に合うマーリンとその母親が連れて来られた。母親の供述と宮廷学者のモーガンティアスによって、マーリンの首相が明らかになると、それまで黙っていたマーリンは口を開いて、宮廷魔術師たちを無能であると看破し、新しい塔の建築がうまくいかないのは、人柱がいないからではなく、 塔の地盤の下に池があり、その池に穴の開いた二つの石があって、それぞれの石に竜が眠っているからだと予言した。工事をしてみると果たしてその通りであったので、人々は池への念を抱いた。なお、この逸話はカンブリア年代記ではアンブロシウス・アウレリアヌスのものとされており、ジェフリーはそこから漂雪したものと思われる。ジェフリーはさらに列王氏の七冠を丸ごと。 マーリンの予言という予言詞に当てている。林間司教アレグザンダーらから壊れて、ブリトン語、ウェールズ語からラテン語に翻訳したといが疑わしい。この巻では、ボーティガーンの目の前で、前述の二匹の竜が目覚めて、白い竜と赤い竜が争い、赤い竜が負けて逃げ去る。王がマーリンに謎解きを求めると、マーリンは涙を流し、白い竜は、ボーティガーンが傭兵として呼び寄せた。 サクソン人を赤い竜はブリテン諸国を表すのだという。続けて、目の前の光景のように白い竜つまりサクソン人がこの島を征服するだろう。しかし、遠い未来、いつの日かきっと赤い竜たるブリトン人が再び立ち上がり、島を解放するだろう、と予言する。この後の予言は解読するのが困難であるが、口述するように王権の正当性の一部をマーリンに求めた。 チューダーアーサでは重視された。予言を終えたマーリンは、ボーティガーンの弟であるオーレリアン・アンブローズ、アンブロシュース・アウレリアヌスとユーサーの軍勢がストットネスに上陸し、悪逆を尽くした兄を中殺するであろうことを伝えた。ボーティガーンは、父コンスタンティン二世と、長兄コンスタンスを殺して、王位を散脱したため、下二人の弟はそれを恨みに思っていたのである。 予言の通りオーレギアンが勝利して新たなブリテン王となり戦勝費を作ることになった。素材の候補を選定するために森の中に陰性していたマーリンを探し当てると魔法使いはアイルランドのキララウス山中にある巨人の武闘という巨石を使うのが良いという。これ聞いた王は初め一生に伏したがマーリンが重ねて太古の巨人がアフリカからアイルランドに運んだ魔法の 石であること、石には治癒の効果があることを説くと、弟ユーサーに1万5000の兵をつけて、アイルランドに向かわせた。ユーサーの遠征中に、オーレリアンが毒殺されると、夜空に、二つの光線を吐く竜の形をした星々が、現れた。マーリンに占わせると、兄王が死んだこと、ユーサーは戦に勝利すること、光線の内刈り屋に伸びるのは後に生まれる彼の息子。 アーサーがガリアを征服すること、もう一つの弱々しい光は、娘、アンの息子と孫たち、モードレッドと、その二人の息子がブリテンを継ぐことを示すという。アイルランドに勝利した後、王位についたユーサーは、マーリンの予言を思い出して、黄金で二つの竜を作り、ペンドラゴンすなわち、竜の塔と名乗るようになった。ユーサーは、エームズベリーに巨人の舞踏を使った。 巨石建築軍を建てて死ぬまでそこで式を取り、放御後もその下に埋葬された。この巨石建築軍は後世にストーンヘンジと呼ばれ、オーレリアン、ユーサー、アーサー、コンスタンティン三世紀の4代のブリテン王のうち、アバロンの島に旅立ったアーサーを除く3人が葬られいるのだという、ストーンヘンジは紀元前2000年より以前に建てられた建築物であるため、 無論歴史的事実ではない。ある時、ユーサーは、コーンボールコゴルロイスの日、イグレーンに一目惚れして、しつこく言い寄り、それが元で、コーンボールと戦争状態になった。ユーサーは、戦争になってもイグレーンのことしか考えられなくなった、ため、マーリンを呼び出し、魔法の薬で二人は、ゴルロイスとその従者に化け、イグレーンのいる、ティンタジェル城に侵入して、 一夜を共に過ごした。この時イグレーンが解任したのが、後のアーサー王である。なお、ユーサーが、ベッドに入るまさにその直前、ユーサーは軍を指揮していないと見破ったゴルロイスは、ブリテン軍に突撃した者の帰のり討ちにあって、廃止しており、三文、アーサー王の死では、イグレーンは、全部が死んだ三時間以上後に、アーサーを見ごもったのだから、アーサーは、 不義の子ではなく着出の王なのだ、とマーリンが、他の家臣らに釈明する場面がある。ブリタニア列王誌では、マーリンの具体的な登場はここで終わるが、後の章では、マーリンが、アーサー王に予言したという文があるので、引き続き、ユーサーの息子のアーサー王にも使えたのと思われる。アーサー王の誌では、アーサー王の知性化では、 即位に反対する勢力との戦いに助言して、王を勝利に導いたり、王を湖の貴婦人のもとに導いて、聖剣エクスカリバーを授けたりするなどの活を見せた。また、同小説では、やがて、アーザーの実施モードレッドが国を滅ぼすことを予言し、モードレッドを確実に殺すために基人に生まれた5月1日生まれの、子供はすべて虐殺するように助言した。この事件のため、 多くの貴族から恨まれていた。ブリタニア列王誌では、マーリンの恋字や天末は特に記されていないが、後世の文学ではマーリンは、数多くの女性に言い寄る色男とされ、最後にしっぺ返しとして、女妖精の一人、湖の貴婦人、湖の乙女に見え、あるいはニニーブ、ニビアン、ビビアンとも、に封印されたという。魔法使いと妖精という幻想的なテーマは、特に、 ビクトリア朝のラファエル前派や象徴派の画家地に好んで、画題とされた。アーサー王の死、ウィンチェスター社本番では、アーサー王と、キ、グイネビアの結婚式の後、マーリンは、湖の乙女の次女の一人、別の箇所では、次女ではなく湖の乙女本人とされているのでわけかで、あるニニーブに夢中になってしまった。ニニーブは、ベリノア王が、宮廷に連れて帰ってきたのだが、 ニニーブの側でも、マーリンの魔術をすべて習得したいという欲があり、しばらくは二人で交際していたが、肉体関係はなかった。マーリンは、アーサー・王に対して近いうちに、自分は生きながら、地中に埋められるだろうからと前置きして、国の行く末をあれこれと予言し、エクスカリバーとその鞘だけは、絶対に守るようにと忠告すると、ニニーブと一緒に旅に出た。旅の中も、 マーリンは魅了の魔法を使おうとしたりするなど、たびたび強引に彼女の純血を奪おうとしたため、ニニーブはうんざりするとともに、マーリンが悪魔の子なので恐怖も湧いてきたという。途中、魔法で大きな石の下にはまっている岩があり、マーリンはニニーブをそこへ案内した。ニニーブは、まあ不思議、よく見せてくださいと誘導して、マーリンを石の下に潜り込ませると、 どんな魔術を使っても二度と出られないようにし、そのまま立ち去った。なお、マーリンを生き埋めにしたニニーブはその後に、円卓の騎士の一人、ペレアス教と結婚し、魔術の力で王や円卓の騎士全員を助けている。ニニーブは、ペレアス教が死ぬまで添い遂げ、アーサー王がカムランの戦いで傷つくと、モーガンル・フェーラほか二人の貴婦人と共に王をアバロンへ導いたという。 現代の創作では、アーサー王の影に隠れて、あまり目立たないが、ルネサンス期には、最後のブリテン王キャドワラダーの再来を予言した、魔術師としても重要であった。ブリタニア列王氏によれば、最後の正当なブリテン王キャドワラダーは、戦乱焼きが、薬病を避けて大陸に渡り、ブルターニュ王の拡張となった。数年して落ち着くと、キャドワラダーは、艦隊を率いて、 ブリテンに戻ろうとするが、遠征直前に、夢のお告げがあり、マーリンの予言が成就する。その時まで、ブリトン人はブリテンを取り戻すこと決してないという。その代わり、ローマに巡礼して、強皇セルギウス一世に拝越すべきこと、キャドアラダーは、ローマで隠しし聖人となるであろうこと、そしていつの日か、ブリトン人が、キリスト教へ信仰心を取り戻し、マーリンの予言が成就され、 キャドワラダーの生物がローマからブリテンに戻るとき、ブリトン人が再びブリテンを支配することを告げる。このキャドワラダーのモデルは7世紀のグーイネズ王、カドワラドル、アプカドワスロンと思われるが、カドワラドルは、薬病により、グビネズ国内で病死しており、ローマ巡礼の話は、同年代のウェセックス王、キャドワラとの混同もあると思われる。15世紀バラ戦争末期。 暗殺を避けて、ブルターニュにかくまわれていたヘンリー・チューダーは、赤バラをシンボルとする、ランカスター家の生き残りの最年長ではあったが、血筋としては冒険を除系で引くというだけであるから、王家の正当性はやや疑問視されていた。ところが、ヘンリーの父方であるチューダー家は、ウェールズ系の信仰貴族であったものの、くしくもキャドワラダーのモデルの一人であるカドワラドル、アップカドワスロンの末裔であった。 そこで、ヘンリーが目をつけたのが、ブリタニア列王史中の、マーリンの予言である。赤バラの旗頭であり、キャド・アラダーの子孫である彼にとっては、白バラをシンボルとするヨーク家との決戦に向けて、キャド・アラダーの再来たる、赤い竜がいつか大陸から舞い戻り、白い竜からブリテンを解放するという予言は、それが、ジェフーの創作であるにせよ、まさに都合の良いものだった。彼は、 ウェールズ系貴族の助力を得るために三十五人以上もの詩人たちに自分が予言の子であることを歌わせ、リチャード三世との決戦ボズワースの戦いでは赤い竜を軍旗として使用した。この作戦はこうを奏してヘンリーは多くのウェールズの兵を集めることができ、リチャード三世が王自ら突撃して騎手教を殺した時にも、 ウェールズ系貴族のが、すぐさま大力士となり赤い竜の旗を、戦闘終了まで死守したという。リチャード三世に勝利し、ヘンリー七世として即位した王は、政下の初期、ウスターの野外劇で、予言の申し子として称えられた。ヘンリー七世は、実利以上に自らが、予言のこたることに陶酔していたと言われ、政務で気がめいった時にはよく、 ウェールズの詩人に歌わせて気晴らししていたという。聖妃エリザベスも遠く、ウェールズ王家の血を引き、二人が溶接した長男につけた名はアーサーである。ヘンリー7世は、キャドワラダーの赤い竜を、自らの紋章に刻み、その後この竜は、ウェールズに逆輸入されて、現在では、カドワラドルの赤い竜として、ウェールズのシンボルになっている。 写真のレタッチアプリケーションアドビフォートシャップのイースターエッグにはマーリンが隠されている。レイヤーパネルのプルダウンメニューでオプション ALT キーを押しながらパレットオプションを選択すると小さなダイアログマーリンは生きている。マーランライブズが表示される。アドビのアプリケーションにはこのイースターエッグのほか、マーリンが登場するパネルがいくつかある。一例として アドビイラストレーター CS5.1 ではリンクパネルのメニューからパネルオプションを選ぶとパレットの上に並んだ小さな魔法使いが4人並んだイラストがサムネイル例として表示されているこの魔法使いがマーリンであるとの記載はパネルオプションにはないがフォートシャップのマーリンは生きていると同じイラストの魔法使いが描かれているのが見て取れる楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。